東京都港区海岸にある自長堂、東京支店株式会社自長堂は、ワークウェア、ユニフォーム、セーフティシューズ、医療、介護ウェア等を企画製造販売するアパレルメーカーである。本社は、広島県福山市、東京証券取引所市場、第2部上場。かつて雑誌広告や、テレビ CM に、元近鉄バファローズ監督の西本幸雄、鈴木刑事、 元阪急ブレーブス投手の山田久志を起用していた。2014年より、同社ブランド、ジャウィンのイメージキャラクターに、元メジャーリーガーの新庄強志を起用している。2018年からは、同社ブランド、Z ドラゴンのイメージキャラクターに、俳優の市原隼人を起用している。大手ワークウェアメーカーとして、日本全国の納入業者、ワークショップ等を通じて、土木。 建築業、製造業、運輸業、清掃業など、あらゆる業種へワークウェアを企画製造販売。働く人の安全、安心、快適、満足を商品化し、世界中の働く人を応援するの基本理念のもと、ワークウェアのほか、看護師や介護士が着用する、医療、介護ウェアや、セーフティシューズ等も手掛けている。また、最近では、電動ファン付けウェア、 空調服も展開。1970年代のワークウェア業界では、商品を代理店や小売店が備蓄するディーラーストックが常道であった中、当時、専務取締役であった、井出原郡三氏が、業界に先駆けて、メーカーが在庫を備蓄して注文があれば即納品する、メーカーストック、即納体制による、商品備蓄配送システムを構築し、そして、 ワークウェアにおけるブランド確立など、それまでの常識にとらわれない、積極新種の経営により、売上を飛躍的に拡大させた。主力ブランドのジッチョドを中心に、次世代戦略ブランド、ジャウィン、世界戦略ブランド、ゼットドラゴンを展開し、ブランド戦略に力を入れている。広告宣伝を積極的に行い、ジッチョドブランドでは、イデ原ラさん、 取締役最高顧問をイメージキャラクターに起用しているほか、前述の通り、ジャウィンブランドでは元メジャーリーガーの新庄強志し,し、Z ドラゴンブランドでは俳優の市原隼人氏をイメージキャラクターに起用している。会社の設立が関東大震災の直後であり、次回の意を込めて次長の名を冠したという、東国原秀夫、ありがとうございます。